平林初之助。祭りの夜一。油工事の五条を少し上がったところに「島田宮」と女文字で記した一軒の下田屋がありますその裏木戸の辺りをもう十分も前から通り過ぎたり後戻りをしたり そっと中の様子に聞き耳を立てたりいきなりびっくりしたように辺りを見回している一人の男がありました大正15年8月23日の夜でしたその晩は京都地方に特有の蒸し暑い晩で湿度の多い空気は檻のように重く沈殿して木の葉一つ動きません11時を少し回っているのに 寒暖計はまだを下らないのです。前日から引き続き地蔵盆に当たっているのでこの日今日の町々は宵のうちから珍しい人出です心からの信心でお参りをする全難全女もあれば暑くて寝られぬままに涼みがてらの人たちもありただ人混みの中へ混じっておれば満足の風来坊もあれば混雑につけ込んで 何か仕事をしようと企んでいる不届き者もないとは限らぬという具合です。それらの人を一切合切相手にして、ゴミだらけのアイスクリームや冷やし飴やスイカなどを売っている縁日商人は。売れ残りの品を早くさばいてしまおうと思って、いまだに声を枯らして客を呼んでいます。しかしそれは六角堂とか安山地蔵とか。 今日の祭りに縁のある海浜に限られているので、五条油工寺のあたりはさすがに十一時を回るとひっそりしたものです。ちょうど陰历の十五夜にあたるので、厚ぼったい雲の切れ目から時々満月が姿を見せてはまた隠れています。島だけの裏木戸のあたりをうろついていた男は、月がちょうど雲に隠れた瞬間にそっと軌道を押して。 風のように中へ入っていきましたすると今まで誰もいなかったように見えた通りへ突然降って湧いたように第二の男が現れて第一の男と同じように軌道を押して中へ消えてしまいましたそれから20分もたった頃第2の男は張り合いの抜けたような顔をして軌道から出てきました すると今度は第三の男が不意に物陰から現れつかつかと第二の男のそばへ寄って行きましたどうだったいどうもこうもないすっかり当てられちゃったよどういうとこれさと言いながら第二の男は小指を出してみせたこれと合いびきというわけさ何でも男の野郎は どっかの工工場でしをししとるらしいぜそれに顔は後ろ向きで見えなんだが右の手が肘から先ないようだあれじゃあの隠語じじいが娘をくれるわけはないやねふぐ者で職工時じときちゃねえところがこれの方は金貸じじいの娘にも似合わん変わりもんだな早くどうにかしてくれんとよそへやられてしまうってあのフグ者に。 一緒になってくれとせがんんでるんだぜ。野郎はまた野郎で結婚するにゃあ準備もいるし職工の身分じゃ今すぐに家を持つわけにもいかんというので泣いたり抱きついたり見ちゃおれんので俺はもう出てきたよでかい獲物をあげるつもりであべこべにすっかり濡れ場を見せられて当てられちゃったわけだなこういう時にゃ 刑事という商売もつくづく嫌になるなそれにしてもいまいましい野郎だな一つ脅かしてやろうじゃないか罪だからよせバカに同情するなお前も怪しいんじゃないか冗談言うな22人の私服警官が訂正で話しながら 二三十歩北へ上がっていった時にまた島田宮の裏木戸がスーっと開いて中から第一の男が何事か起こったあとのように少し血色バンド様子をしてあたふた出てきました2人の刑事は急ぎ歩きで23歩引き返して「待て!」と叫びました男はびっくりしてそちらを振り向いたと思うと いきなり反対の方角へ、飛鳥のように走り出しました。二人は、この男の意外な行動に、ちょっとあっけに取られましたが、そうなると、もう意地づくです。全身がピンと職業的に緊張してきます。ちょうど物理学でいう、力の釣り合いというやつで、一方の力が加わってくると、それに対する反動と、それに性比例して加わってくるのです。二人は、 一目散に後を追いにところが逃げてゆく男の姿はとっさの間にどっかへ消えてしまいました2人は五条油こうじを中心として手分けをして路地という路地軒下物置などを隅から隅まで探しましたがとうとう見つかりませんでした野郎びっくりして隠れてしまいやがったんだ。 いいやつだな。まあいいさ。別に泥棒を取り逃がしたっていうわけでもないんだから。二人は島だけの前で落ち合って、こんなことを言って諦めてしまいました。だが、ついでにちょっと家の中を調べてみようか。それには及ばんだろう。もう遅いからびっくりさしちゃ気の毒だよ。しかし。 万が一何かあった場合にこちらの手ぬかりになるからなそれもそうだがなるべくおとなしくしてやろうぜ君はどうも乱暴すぎるよいつかの隣県の時もそんな古いことはよぜとにかく入ってみようまだ戸締まりがしてないと見えて軌道はちょっと押すと以前のようにすぐ開きました萩の植え込みの中を分けて 一人は離れの縁側へ一人は玄関へ回ってゆきました玄関の戸はがら空きになっていたので乙刑事は訂正でもしもしと呼んでみたが家の中はしんと静まり返っていて誰も出てくる様子はありませんだんだん声を大きくしてゆきとうとう板戸をどんどんたたきながら「誰もいないのか!」とどなったが それでもまだ誰も出てくる様子はありません。それでいて部屋の中には電灯は光光と輝いているのです。評判の欲張りじじいのくせに何という無用心なことだ」といまいましそうにつぶやきながら、おつけじは座敷へ上がって行きました。玄関の右手が八条のお部屋になっています。これが。 この家のおやじがたくさんの困った人間の息地を吸った部屋です。どうしたものか。玄関からその部屋へ通ずる襖が二三寸開いています。おつ刑事は立ったままその隙間から中を覗いてみました。おつ刑事の瞳はみるみる拡大して室内にある何者かに釘付けにされてしまいました。 部屋の中は火事場の跡のように一面に紙の燃え屑が散らかっておりほとんど部屋の真ん中に2尺に1尺くらいの大きな手提げ金庫が開かれて中には銀貨どうかなどがほぼ一列にそこを覆う分量だけ残っていました金庫のそばには5445くらいに見える痩せ型の 顔面骨のとがった前頭部のはげ上がった男が両手を縛られ猿わをはめられて倒れていました額に手を当ててみると温かい生きていることは確かだそれでいてびくとも動かぬところを見るとよほどびっくりして人事不正に陥ってしまったものらしいこりゃ大変だすぐに本社へ知らせなくちゃいかん。 と思って立ち上がろうとしている時に離れの方から慌ただしくこちらへかけてくる足音が聞こえました無論それは江刑事でした「おい大変な事件だよ」と乙刑事は出会い頭にこう言って江刑事の袖を引いて問題の8条の部屋へ連れていきましたなるほどこりゃ大変だところで 離れの方にもんが持ち上がちってるんだ。どうしたい娘は暑いので雨戸を1枚開けてそこへ竹のすだれを下ろして電気をつけたまま床の中に寝転んで何か書物を読んでいるらしいんだおうそれで予想かと思ったが念のために訂正でもしもしと読んでみるとどうしたものか返事がないのだそれから 雨戸をコンコンとたたいてみたがやっぱり向こうを向いたままでこちらを振り向こうともしないもういっぺん大きな声で「もしもし」と呼んでみたがそれでも何の返事もないのだうんそれでよっぽどよく眠っていると思ったもんだから戸締まりをして寝るように注意してやろうと思ってとうとう部屋の中へ上がってみたんだそして 娘の肩の辺りへ手をかけて「もしもし」って揺すぶってやったよきっと俺の姿を見てひどくたまげるだろうと思っているとそれでも何の音沙汰もないのだ手に持っていた書物をパタリと落とした後であべこべにこちらがびっくりしたくらいだった殺されていたんだなところがそうじゃないのだ呼吸は普通にしている体温にも異常はないきっと 誰かに麻酔薬をかがされたんだよ。こちらへ来てみてなるほどとテンが言ったわけだが泥棒が娘に騒がれては困ると思って麻酔薬を嗅がしておいてそれからゆっくりこちらの仕事に取りかかったんだろうあの時裏口に張り番をしていりゃわけなく捕まったのに惜しいことをしたな過ぎたことは仕方がないとにかく 大急ぎで本所へ報告しなきゃならん。じゃあ君はこの場に見張りをしていてくれ。僕は大急ぎで電話をかけてくるから。本所から来るまで何一つ手を触れちゃいかんよ。こう言いながら、おつけじはあたふたと郊外へ出てゆきました。四。金庫に指紋が残っているかどうか。 見てくれたまえ。1> と1人の男に命じながら、けんじは倒れている老人のそばに座りました。ずいぶん神杯が散らかっているようですな。きっとこの親父に恨みのある債権者が手当たり次第に将軍を焼いたもんでしょう。評判のよくないやつでしたからな。それくらいのことはありかねませんね。所長はこう答えながらふと老人の。 後ろでに縛られた手を見ると。何か硬く握りしめている様子です。何か右の手に握っているようじゃありませんか？そうですな。ちょっと開けてみましょう。なかなか硬く握りしめています。わい。けんじが老人の人差し指と中指とを指先に掴んで無理にこじ開けようとすると。今まで人事不正のままで眠っていた老人は？ いと叫んで激しく手を動かしましたよく見ると親指から人差し指の内側へかけてひどくやけどをしたものと見えて痛そうに肉が腫れ上がっていますそれでも彼はまだ手を開けようとはしませんおい、い気がたたかどうしたんだと所長は優しく言葉をかけましたが 親父はまたぐたりとなってしまって返事をする様子もありません一方離れの方では溝川署内で敏腕の聞こえのある弓田警部が警察医と2人で娘の体を調べています軽微な麻酔薬をかかされたんですなもう30分もほっとけば自然に冷めるでしょうこのままにほっとく方がいいです麻酔剤には何を用いたでしょう それがね、さっぱり匂いが残っとらんので分かりませんがあなたは鼻は効く方ですか微量の麻酔剤ではすぐ揮発してしまいますからよっぽど鼻が良くないと分かりませんからな何いずれにしても呼吸や脈拍の状態から見て大したことはないです今に気がつきますよ君が初めに来た時にはこの女は机に座っていたんだな 弓田警部は江刑事の方を見ながら言ったそうですこの一貫針の机に持たれて右手のない男と話をしていましたその右手のない男は君が出てから何分くらいしてから外へ出てきたかねちょっと2人に目例して母屋の方へカバンを抱えて出ていく警察員の後ろ姿を見送りながら弓田警部は言葉を続けた間もなくでした そうですね5分くらいだったと思います君が出てくる時2人は別にいさかいをしていたわけじゃないのだね「早く一緒になってくれもう少し待て」というような話らしかったですがいさかいの起こりそうな様子は見えませんでしたそれどころか抱きついたり接吻をしたりして1分間でも長く別れとうもないような風で 見ている私の方がよっぽど間が悪くなりました出た時の男の様子は何かそわそわして急いでいたというがはあおつくんはそう言いましたが私はそこまでは気がつきませんでしたうんそれから君たちがスイカすると走って逃げ出したというんだねそうでありますその男の姿を見失ったのはどの辺りだ 何しろ2030歩離れていましたし月がちょうど雲に隠れていた時でそれにあの男がこんな大それたことをしようとはあの時は夢にも思わなかったものですからはっきりとは覚えていませんが五条を少し下った辺りだったことは確かですそれから2人で十分探したろうねああよっぽど念入りに探しましたがとうとう

針は触らんようにしたまえあとから指紋を取る必要があるからこう言いおいて弓田警部は母屋の方へ出て行こうとしたがちょっと引き返してカルモチンの瓶を拾ってポケットの中へしまいました5医師に与えられた着付け薬の効き目で りましまの彼は不思議そうに大きな目をあいてしばらく部屋の中をじろじろ見回していましたがやがて金庫が目に留まるとやにわにその方へ手を伸ばそうとしましたところが両手はまだ縛られたままなので「あ、い痛い!」と叫んだまままたがっくりその場にうつ伏しに倒れてしまいました おい、どうしたんだ泥棒に入られたようだな我々は警察のものだ溝川署から来たんだどうしてこんな目にあったのか話してみろ所長は四季島の袋を取り出して火をつけながら言いました泥棒の顔は覚えているか検事は親父のそばに座りながら穏やかな調子で聞いた手を この手をほどいてください、旦那。あいた。今、手はほどいてやる。が、その前に、誰に縛られたのか聞いておかなくちゃ、ほどいてやるわけにはいかん。知らん男です。一度も見たことのない、まだそいつは捕まらんのですが、大切な証文をみんな灰にしてしまって。しかも、 このののわしの見てる目の前で。ああくやしいおまえのひだりのこめかみのところはどうしたんだむらさきいろにはれあがっているじゃないかケンジはしまだのこめかみをさしながらいった。やろうおぼえておれおそろしいちからのあるやつだ。あいつがげんこでちからいっぱいここをぶちやがったんです。 それっきりわたし私あなにがなにやらわからなくなってしまって手はどうしたんだひどくやけどしているようだなそれからおまえの手ににぎっているのはなんだははやく手をほどいてみせてくださいなにかにぎっとりますかあありがたいしまだはきょうきのようにさけびながら 自由の聞かぬ手をしきりに振りほどこうとしてもがきました検事と所長とが目くばせすると2人の刑事が島田のそばへ寄って手をほどいてやりました急いで手のひらを開いてみると中からやけどの海汁で固まりついた一寸くらいの辺の三角形に燃え残った帳面の切れっ端が出てきましたこれも焼けてしまった 命より大事な。こう言いながら島田はがっかりして恨めしそうに燃え残りの紙切れを眺めていましたなんだそれはと検事と所長とは両方からその汚い紙切れをのぞき込みながら訪ねた「安田銀行の通帳です」「せめてこれだけでも残しとこうと思って離さないでいますと」と野郎は「 マッチをすって通帳の端に火をつけたんです。消えかかると何べんも火をつけなおして、とうとうこんなにしてしまったのです。おかげでこんなに火傷をしてしまいました。何しろ両手を縛られていてのことですから、私はどうにもできませんでした。だんだん。 これでもまだ銀行では受け取ってくれるでしょうか銀行ではなんとか調べてくれるだろう。ところで、その泥棒の顔はちっとも見覚えがないのだな。はい、そのすっかり覆面をしていたものですから。それに私はもう、のっけからたまげてしまって。泥棒の右の手はあったか覚えとるか。と。 今まで黙って聞いていたユビけい部が初めて口を出しました。右のてですってと、島田は妙な表情をして聞き直した。そうだ、お前のこめかみは後ろから殴られたのか、それともお前からか。それがそのとっさの間のことで、前からだったか後ろからだったか。多分 横の方からだったように思います。お前の手を縛るときに泥棒は両手を使ったか。そのときは一つガーンとやられたあとなので、一向早夢中でした。マッチはどうしてつけた。そこにある灰皿のマッチですって、消紋をそこの畳の焦げているところに積んで燃やしてしまいました。 そういえば一方の手しか使わなんだようにも思いますがそれが右だったか左だったかどうも金庫には小書類のほかに紙幣はなかったのか100円札で3,000円と10円札で700円ばかりございましたがずうずうしいやつでわたしの見ている前でもってゆきました。 泥棒は何か言わなかったか言わんどころじゃありません。はじめからしまいまでしゃべりつづけでした。貴様は社会の毒虫だから天に代わって懲罰してやるのだ。なんてたいそうなことを言っていました。心当たりは全くないんだね。べつにこれというやつはございませんがなんしろ。 私が金を貸した野郎はみんなわしを憎んでおりますのでお前には娘があるなその娘さんに恋人でもありゃせんかどういたしましてあの娘は近所で聞いてくださりゃ分かりますがそりゃ評判の堅い娘でして来月大連から帰ってくるおとを一緒にさせることになっとりますので娘さんは今離れで だれかに麻酔薬をかがされてねむっているのだぞいいえそんなはずはありませんどろぼうはげんかんからはいってげんかんからでてゆきましたわたしはこのみみでちゃんときいていましたそうそう今思いまおもいだしましたがどろぼうはでがけにこんなことをいっとりました「おれはおまえのようにわるいことをするのじゃないのだ」。 悪いやつを懲らしめてやるのだその証拠には警察ではきっと俺を保護してくれる今夜は警察のやっかいになるつもりだ警察が見えたらお前からもお礼を言っといてくれなんて言っとりましたその時江刑事が離れにいる娘が気がついたと知らせてきたので 一行は二人の巡査に見張りをさしておいて離れのほうへ出て行きました検事は,は恐ろしさにガタガタ震えている娘に向かって尋ねた。娘は、 まだこの場のががはっきりがてんがゆかないらしく、時々目を上げては一行のいかめしい姿をちらりと見ては恐ろしくなってまた目を伏せているのでありました「そんな方は私は存じません」と震えながら彼女が答えた「知らんはずはない僕は」と黄啓治は 少しく土きを含んだ様子で前へにじり寄ると検事はそれを押さえて「まあまあ君は黙っていたまえ」と言いながら娘の方に向き直りました隠しちゃためにならんよこの方がすっかり見たんだから何でもどっかの職工長を務めている男で右の手がなかったということだが。 娘は「職行長」とか「右の手がない」という言葉を聞くと前よりも一層ひどく目に見えるほど震えて富には返事もできない様子だったがそれでもやっとかのような声で答えましたいいえ私はちっとも存じませんそれは何かの人違いでございましょうその男は お前に麻酔薬をかがしておいて、覆面をしておもやの方へ忍び込み、お前の親父さんをふんじばって現金や小遣をすっかり強奪していったのだ。どうだ、麻酔薬をかがされたことを知っとるだろう。娘の目には一瞬間異様なひらめきが輝きました。彼女は。 何かじっと考え込んでいるような様子でした。弓田警部は娘の様子を非情な注意を払って観察していました。そうそう。と、娘は最善とはうって変わった様子で口をきき出しました。そうおっしゃれば、なんだか12時頃に黒い覆面をした。男が不意に。あの木陰からやってきて。 私の鼻へ何か臭いものをあてがったように思いますそれに違いありませんよく覚えています弓田警部はこの時署長のそばへ寄ってもうこの娘さんを調べるのはよしましょうこの女はゆうべカルモチンを飲みすぎて少し薬が効きすぎたんですよ母屋の泥棒とは何の関係もないのです いくら訪ねても本当のことを言うはずはありません。こう言いながら、彼はカルモチンの箱をポケットから取り出してその場に置きました。これが証拠です。それから、右手のない男ももう探す必要はあります。まい。その男は確かにここへ来たことは来たにそういありません。裏木戸で2人にスイカされて逃げ出したことも事実でしょう。 けれども若い者同士の楽しみをあんまり詮索するのは罪じゃありませんか隠している中を世間に知られちゃ誰でも決まりが悪いですからねご覧なさいこの娘さんの顔が何もかも語っています娘は顔を火のようにしてうなだれてしまいましたそれよりもと 弓警部は言葉を続けた「本当の犯人を探さなくちゃなりません」と言っても今のところ手がかりは指紋だけです早く指紋の結果を聞いて捜査方針を定めなければなりませんあの親父をやっつけたやり口を見ると到底右手のない人間の仕業とは思われんばかりでなく初犯のやつの仕業とも思われません 指紋を調べるのが第一ですそれに犯人が最後にあの親父に言った捨て台リフも聞き捨てならんと思いますねああいう大胆な泥棒はきっと言った通りに実行するもんですことによると本所の軒下なんかで悠々と寝ているかもしれません我々を驚かして痛快がるためにね 君の考えはどうも小説的で困るな。いくら口では言っても、泥棒が仕事をした晩に、警察で止まるなんてことがあるかい。と、所長は笑いながら言った。しかし、とにかくぐずぐずしてはおられません。もう夜が明けたからだいぶになります。誰か。 と言って江刑事を呼ぼうとすると江刑事の姿がどうしたのかどこにも見えません。おもやのうじゃないでしょうか。と言いながら一人の刑事が母屋の方へ走って行ったがすぐ帰ってきておもやにいいないようです。と報告しました七。7 一同が本所へ引き上げてきた時にはもう朝の9時でありました非常線には有力な県議者は引っかからず何しろ被害者の記憶がぼんやりしているので捜査の方針が少しも立たなかった指紋の結果は離れの一巻張りからは左手の指紋ばかりしか現れなかったに反し母屋の金庫に残っていた指紋には左右両手のものがあったので。 おもやを襲った胸臓は右手のない男ではないことだけは分かったが府庁の鑑識課に保存されている指紋のうちにはそれと同一のものは見つからないのだったそこでその指紋は直ちに警察庁へ送られました9時半頃所長がシ案にあぐんで昨夜からの疲れも出てきてどかりと所長室の椅子に腰を下ろしてひと休みしようとしていた時 受付の巡査が一通の速達郵便を持ってきました。所長は物上げに封を切って読み始めました。非常に大急ぎで、しかも乗り物の中か何かで書いたものと見えて、主席はひどく乱れていましたが、相当な達筆で次のようにしたためてありました。昨夜は杉原警察署の留置室で、 人ならぬ艦隊を受け騒楼上結構なる自動車にて送られただいま自動車は市場通りを失走中に騒楼詳しくは同署へお問い合わせくだされたくその前に島だけの北隅にある物置に昨夜より気の毒な男が閉じ込められており騒楼につき大至急解放いたしやりくだされたく騒楼 ついでながらこれより安田銀行に赴き島田の預金はすべて引き出しをき申すべく早漏につき同人によろしくお伝えくだされたく同人は役にも立たぬ古帳面をやけどをしてまで握り詰めおりしこと気の毒に耐えず早漏。島田の所有せし現金はいずれも公共事業のため適当に処置つかまつるべく勝手ながら 処分方ご一人下されたく騒動いずれ近々別用の方法にて別の場所にてお目にかかり申すべく騒動江啓治は目下小生と同情昨夜の物語をして笑いより騒動最後に一言致しをきたき儀は小生らは決して善良なる市民に迷惑を及ぼすことは致さず騒動につき ご安心くだされたく遭老まずは取り急ぎようようのみ覆面の男溝川警察署長の。署長は住んでのことにいつからひっくり返るところであった「実にけしからん容易ならぬ事件だ」と彼はプリプリしながら言った。 1一人の巡査を呼んで念のため島だけへ調べに行くように命令しているとそこへ弓田警部が結束を変えてやってきた所長実に残念なことをしましたとうとう逃がしてしまいましたほうどうしたと署長は膝をすすめました市内の警察で昨夜留置されたやつを どんなやつでも片っ端から調べるつもりで杉原署へ行ってみますと昨夜夜中過ぎにぐでんぐでんに酔っ払った男を宮川町から引っ張ってきて同署の留置室へ保護しといたそうです何しろ島だけにあの事件の起こったのとほとんど同じ時刻にしかもあそこからよっぽど離れた宮川町で捕まえた水管のことですから同署でも別に問題にもせずいたところ

三時間も飲み続けていた水管のマネができますからな。後継寺は一体どうしたんだ？けしからん。それはね、昨夜島田の裏木戸の前へおつ刑事を残しておいて家の中へ入ったとき、本当の後継寺はきっとやつにガーンと一つ食わされてしまい、やつが皇の着物を着てすっかりこうになりすましていたんですよ。 刑事が入ってから出てくるまでに20分たっていますからねその間若い者のいちゃつくのを見てなんか折れるもんですかそして乙刑事の注意を裏木戸の方へ引きつけておいて親分の泥棒を悠々と玄関から逃がしたというわけです刑事に見張りをさしておいて泥棒をしていたというわけだねつまり。 そうですよこれくらい安全な方法はありませんからねこんな手紙が来たたたよ。実に人を食ったやつだ。ままあ、見たまえ。こう言いながら所長はポケットから今受け取った即達郵便を封のまま出してみせましたそれで島田家の物置は調べにやったんですかと、田警部は、 手紙を読み終わってから歯ぎしりして悔しがりながら言いましたうん今に報告が来るはずだそれでは右手のない男というのは事件に関係ないんだね何も知らずに相引きしていたのですよかわいそうに2人に追われた時はびっくりしたでしょうよきっと近所に住んでいる男に違いありません 何しろ私の思ったとおりでしたただ30分遅れたんです30分のことですっかり先手を打たれたんです私は泥棒が今晩は警察の厄介になると言ったと聞いた時ははてなと思ったのですが江刑事がいなくなるまでしかと見当がつかなんだのです実に残念です ここんなことがあったら逃しはし、ません。島田家の物置から本物の江刑事が後ろ手に縛られて猿靴をはめられて発見されたという報告が溝川署へ着いたのはそれから5分もたたぬうちでありました。